はいどうも皆さんこんにちは。今回はアベンジャーズエンドゲームの一番最後に死んでしまったトニー・スタークがなぜドクター・ストレンジによって助けられなかったのかについて見ていきたいと思います。トニー・スタークといえばエンドゲームの最後、サノスたちを消すために自ら犠牲となって指を鳴らして終わっていますが、ここで一つ問題になることがあって、この場面では実はトニー・スタークは助かったのではないかということです。これについては昨日の動画のコメント欄でも質問が来ていて、今回はなぜエンドゲームの最後、ドクター・ストレンジはタイムストーンを使ってトニー・スタークを生き返らせることをしなかったのかについて見ていきたいと思います。タイムストーンといえばドクター・ストレンジのアガモットの目の中に入っており、このタイムストーンを使うことによって時間を巻き戻し、元に戻したりすることもできます。例えばアベンジャーズ・インフィニティ・ウォーの一番最後では、壊されてしまったビジョンを復活させるために、サノスはタイムストーンを使って壊れたビジョンを元に戻して、その額からマインドストーンを取っています。しかもこのように時間を巻き戻してマインドストーンを取ったにもかかわらず、特に何も問題が起きていないことを考えますと、なぜ指パッチンでダメージを受けたトニー・スタークをドクター・ストレンジはタイムストーンを使って傷を元に戻して助けなかったのかということです。まずそもそもこんなことが可能なのかということですが、一応サノスはこれと同じようなことをやっています。インフィニティ・ウォーの最後ではサノスは指を鳴らして、その少し前にはソーのストームブレーカーが胸に刺さってしまっています。こんな状態で指を鳴らしたため、胸には大きな穴が開きながら、ソノスの左腕もかなりダメージを負ってしまいました。なんとか指を鳴らし終えたソノスは、ボロボロになってしまったインフィニティガントレットを再び使って昔から娘のネビラに話していたというガーデンに向かいます。そして映画の一番最後ではこのようにガーデンで微笑んでいる様子が映されており、この場面が指パッチンからどれほど後のことなのかははっきりとは分かりませんが、胸を見てみますとそこにはもう傷はありません。そこでサノスがワカンダからいなくなるこの場面をよく見てみますと、ここでサノスはスペースストーンを使って逃げていることは明らかですが、それと同時にタイムストーンも使っていることが考えられます。このようにサノスの胸に刺さったストームブレーカーの傷跡には緑色の稲妻が走っており、この胸の傷を治すためにタイムストーンを使っていたことが考えられます。他にワカンダからテレポートするだけならスペースストーンだけでできるので、このように緑色の稲妻が走ることはありません。そのためここでサノスはタイムストーンも使って自分の傷を治していたことが考えられます。こういったことができるのなら、なぜトニー・スタークは助からなかったのかということになってしまいます。ここで大きく考えられることが2つあって、まず1つ目はドクター・ストレンジが見たタイムストーンによる未来の光景です。ドクター・ストレンジはインフィニティ・ウォーの劇中でタイタン星にいる時にタイムストーンを使って1400万と605の未来を見て、その中から1つだけアベンジャーズが勝つ未来を見ています。そしてドクター・ストレンジはこの1つだけ勝つ未来を実現させるためにタイムストーンを使って見た未来の光景と全く同じように忠実に再現しようとしていたことが考えられます。例えばインフィニティ・ウォー最後の戦いではタイタン星のアベンジャーズたちは負けてしまいましたが、それでも一応誰も死んではおらず、最後ワカンダにサノスがマインドストーンを取りに来た時にエンドゲームの最後のようにポータルを使って助けに来ることはありませんでした。このようなことをしなかった考えられる理由として、タイムストーンで見た未来の光景となるべく忠実にするためで、少しでも見た光景と違ったことをしてしまえばそれは勝利のシナリオから外れてしまう可能性があるため、たとえどんなにサノスを倒すチャンスがあったとしてもドクター・ストレンジはそんなことをせずにタイムストーンで見たままのことをしたはずです。つまりドクター・ストレンジが最後タイムストーンを使ってトニー・スタークを蘇らせなかったのは、ドクター・ストレンジが見た勝利のたった一つのシナリオでは最後トニー・スタークが死亡することによって終わっていた可能性があり、そこでもしトニー・スタークを生き返らせてしまうとタイムストーンで見た光景とは違う結末となってしまい、何か悪影響が出てしまうことを恐れたのかもしれません。もう一つの考えられる理由としましてはガントレット自体で、トニー・スタークが作ったナノガントレットは石の力一つ一つだけを使うことはできなかったのかもしれないということです。インフィニティ・ウォーで登場したサノスの場合はガントレットに石を収めながらそれを使って戦っていたため、石が全て揃わなくてもその中の石を使って攻撃することができていましたが、ナノガントレットの場合はエンドゲームで指を鳴らしただけで石一つ一つの力を使って戦うということは一切登場しませんでした。そのためはっきりとは分かりませんが、このナノガントレットでは指パッチン専用ということで石一つ一つの力を使うまでの機能はなかったのかもしれないということです。そもそもガントレットに収まったタイムストーン一つだけを使う程度ならドクター・ストレンジでなくても他のアベンジャーズのメンバーでも使えたことが考えられます。それというのもタイムストーンは他のインフィニティストーンとは違ってそこまで強力ではなさそうで、サノスがドクター・ストレンジからタイムストーンを獲得した時には
他の石をガントレットに収めた時とは違って声を上げることもなく苦しんでいる様子ではありませんでした。そのためアベンジャーズのメンバーの中でも強いハルク、ソー、キャプテンアメリカあたりならアイアンマンスーツからタイムストーンだけを取り出して元のナノガントレットを使うこともできたのかもしれませんが、このようなことはありませんでした。そのためスターク製のナノガントレットでは石一つ一つの力を使うまでの機能はなかったのかもしれないということです。そもそもサノスのインフィニティガントレットはエイトリーが作ったということで、ナノガントレットと比べて質が良かったことが考えられます。そのためインフィニティストーンを収めた時の描写というのが少し違って、サノスのインフィニティガントレットでは最後マインドストーンを取り付けた時に綺麗に稲妻が流れていましたが、スターク製のナノガントレットの場合は石が全てガントレットにしっかりはまると稲妻は綺麗に流れるのではなくて、このようにガントレットの外に不規則に飛び出しています。そもそもこのナノガントレット自体少ない時間の中で作ったということを考えますと、なんとか指パッチン1回を終えるためだけに作られたことがわかります。そもそもこのガントレットを作っている段階ではサノスが2014年から攻めてくることは知りませんでしたし、このガントレットを使って戦う必要は全くありませんでした。そのためナノガントレットの場合は少ない時間の中でなんとか作ったということと、そもそもサノスのインフィニティガントレットのように戦いのために作ったのではなくて1回の指パッチンだけのために作ったということで、石一つ一つの力を使うまでの機能はなかったのかもしれません。今回はなぜインフィニティストーンの力を使ってトニー・スタークを蘇らせることをしなかったのかについて見てきました。皆さんはこれについてどう思いますか？ぜひ下のコメント欄に残していってください。チャンネル登録もお願いします。では最後までご視聴いただきありがとうございました。さよなら。